はい、今回は暗号通貨につきましてですね、ビットコインキャッシュのハードフォークに伴う入出金の停止についてお知らせが来ております。こちらはですね、財布をご利用の方へのメッセージになりますので、それ以外の方はあまり関係ありません。まあ、ビットコインキャッシュね、一時期はビットコインに取って代わって、このハードフォークしたビットコインキャッシュが本物のビットコインになってですね、それまでのビットコインというのがどんどん消えていくのかなと思いましたけども、まあやっぱりビットコインが王道ですよね。あの頃からもう全然想像もできないような700円台とかに行きましたからね。で、現在でも620万、30万のあたりをうろうろしてるわけなんですけども、やっぱりビットコイン強いなと思いました。そしてこれからビットコインの方はどんどんね、大手銀行とか投資家さんが参入してくるようですから、そういう声明も出されてますんでね、本格的になってくるんじゃないかなと思います。それ1000万は通過点として、本気でのこれ1億円とかに行ってしまうんではないかなっていうような感触もありますけどもね。まあ、まずは財布からのメールを読んでみましょう。じゃあこちらの方をね、どうぞご覧ください。日頃より財布エクスチェンジをご利用いただきましてありがとうございます。日本時間5月15日土曜日21時頃ビットコインキャッシュのハードフォークが予定されていますと。これに伴いビットコインキャッシュの入出金を一時停止させていただきますということですね。まあビットコインキャッシュの入出金一時停止っていうふうに一番最初にニュース見た時には何が起こるのかなと思ったんですけども、あれからね、たびたびこういうニュースってありますんで、まあもう慣れてきましたよね。対象日時ですけども、入金停止時期が5月13日の木曜日14時頃から、そして出金の停止時期が5月13日の同じく14時頃からということになってきます。で、入出金の再開が5月17日の月曜日ですから、それ以降ね、ネットワークの安定稼働が確認でき次第ということでございます。はい。ということでね、まあ何回も繰り返してみると、まあいつものことねって感じで慣れてくるんですけども、最初は動揺しましたよね。FX でもたまにサマータイム制が出たりとかね、それから銀行でも取引停止の時間ってあるじゃないですか。あんな感じですよね。まあですので、今更びっくりすることはないんですけども、こういうメールをね、細かく送ってくれる財布エクスチェンジ、ありがとうございますって感じなんですけども、ただ財布のね、今までのね、いろいろと問題点もありますからね、私はこことは取引してないんですよ、実は。うん、まあメールだけ読んでいるんですけども、情報収集はしたいですからね。ただ財布エクスチェンジはね、最初の頃と違って、私ちょっとね、信頼を失っちゃったんでね、これからどういう風になっていくのかなってことを、楽しみに見守らせていただきます。皆さんのね、財布ですとか、その他の暗号通貨の関連の取引所、それから口座、こういったものにね、何か情報ありましたらまたコメント欄で教えていただければと思います。本日は以上です。ありがとうございました。